まあもっと高い音いくとここまでいける各指のだいいた第一関節目安ですだいたいこのピンクのところが全部等圧で当たるイメージなんだけど特に薬指第一関節の骨えと指紋があってその一番下のこのこの線ねこの線折れ曲がるじゃないですかでここ触っていただくとちょっと皆さんコツコツ ゴゴツゴツしてると思うんすよこの骨が座面に設置するようにこういうことつまりここが重心であとここも触れてますね第三関節も今画の縁のところに軽く乗っている状態で薬がメインで他の指も自然と落とす、はい、こういうフォームですこんな感じの手になるはずなんだでこのままこのシェリアット崩さないで持ち上げて落として<ん> この音になりますはい、えー、重要なこと言います机でも何でもいいんで各指で小指薬中指人差し指トン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 ってついてみていただきたい ちょん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 って。多分何叩いても。小指が一番高いんじゃないかと思う音が。で人差し指が一番低いんじゃないかと思う。ちょっとずつ下がってるのがカン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 。親指まで行くと親指が一番低くなるので。実は各指は。出せる音色が違います。おお。そうなんだ。 実はね指の長さも人によって違うから自分そうなりませんっていう人もいるかもしれないんだけど基本はこっちにコード高くてこっちにコード低いんですよ。だもんで各指の、まあ、先端が当たるとスラップなのかなっていうのはみんななんとなく思うと思うんですよ。し、まあ、そういう風に、えー、教則本とかレッスンとかね行くと聞くかと思うんですけども、まあ、簡単に言うとこっち寄りで叩くと人差し指中指メインで叩くとこういうことになります。こうやってもいい。 4本指触れてるんだけどこっち側に重心意識があるとトストスっていうちょっと低い感じの音になっちゃいますはい一番多いのがこのパターンでなんか低いな音みたいなでトストスってなってるなっていう場合こっちにここに意識がいってるというかここでこう頑張って鳴らそうとしちゃって鳴らないもんだから 根性で鳴 <laughs> らしてるみたいな感じになるんだけど重心が内にあるうちは絶対高く出ませんはい絶対って言っていい絶対はいじゃなくてこっちなの外側って言ってもいいし薬小指側って言ってもいいしこういうこと極論こうこれでもなる 音色の違い分かるこれとこれだから今までちょっとこっちでやってたなーっていうかねあるいはあんまり意識してなかったんだけどなんか低いんだけど音がもうちょっと高い音いいんだけどっていう人は気持ち意識を外側に向ける違う言い方をするとこの傾き前腕ってこうちょっと回るじゃないですかここの傾きがこう 変えられると思うんだけどあんまりこう打ちすぎるとまったいなすぎるとここに重心がかかっちゃうので気持ちこうこっち側っていうかねこれ海外っていうんですけど海外方向例えばこれぐらい傾けた状態で落としても出せますえっとバランスがこ,こっちにある状態で重心がこっちにある状態で残りの指も触れているっていう感覚にすると。 多分まとまっていい音が出やすいのではと思いますどうでしょうかだから極論ですね至近距離から打ちたい時はこうやってもいいんですよまあこれも超上級っていう感じなんだけどこうすると振り上げなくても打てるはいこれはこの回転運動を使ったやり方